今回は、イギリスの装甲車である、ユニバーサルキャリアとその発展型について解説していくよ。1934年、ビッカーズ・アームストロング社はカーデン・ロイド・マーク・フォー豆戦車の後継車として、野砲牽引及び機関銃運搬の2つの用途に使える小型装機式車両を自主開発したよ。ちなみにこのビッカーズ・アームストロング社は、機関銃、機関砲、対戦車砲から軍艦、航空機まで幅広く兵器の生産を行っていた企業で、アームストロング社との合併前は、戦艦混合なんかの建造も行っているよ。そして、試作車は1935年に完成し、イギリス陸軍はこの車両に VAD500 の試作高度を与え評価試験を行い、結果限定的ではあるが採用され、牽引車タイプはドラゴン砲牽引車マーク3となり、機関銃運搬車タイプが後2本車となるよ。その後、機関銃運搬車タイプは、1936年4月に追加試作の形で13両が生産され、同年末にはさらに41両が発注され、正式名称がマシンガンキャリア機関銃運搬車ナンバー2マーク1となったよ。本車は、操縦主席左側の銃座に 7.7mm ビッカーズ液冷銃機関銃か 14mm ボーイズ対戦車銃を搭載できたが、1938年に新しい 7.7mm ブレン空冷系機関銃が登場すると、もっぱら重厚なビッカーズ銃機関銃の代わりにこちらを搭載するようになり、自然に故障もブレンガンキャリアとされるようになったよ。これ以降、本車両はその生産コストの安さや扱いやすさ、汎用性の高さなどから、イギリス本国でも量産され、改良発展型も数多く開発されていくことになるよ。さらに、生産コストの安さというのは戦艦機の軍縮ムードや、強行の軍事費削減の中でも運用できる数少ない装甲車両であったため、国の希望問わず多くの国で採用されたよ。結果的にこのブレンガンキャリアファミリーは、砲牽引車、着弾観測車、弾薬運搬車、兵員輸送車など、数多くのバリエーションがあり、諸説あるものの、合計約13万両が生産され、ソ連などでもレンドリースによって運用されているよ。ビッカーズ・アームストロング社が開発した小型装機式運搬車ブレンガンキャリアはイギリス連邦軍では好評で、いくつかの派生型が作られたよ。わずかな仕様の違いでいくつもの型式の車両を少数ずつ生産するのは効率が悪いため、1939年になるとブレンガンキャリアをベースに、専用キットを付け替えるだけで各種用途に転用できるユニバーサルキャリアが開発されたよ。こうした兵器のファミリー化は、現代でも有用な手段で、ロシアの T-14 ファミリーなどが挙げられるよ。ユニバーサルキャリアは基本的な車体構造はブレンガンキャリアそのものであったが、車体後部に箱型のオープントップ式装甲キャビンが設けられており、兵員や貨物、弾薬等の搭載を容易に行えるようになったよ。ユニバーサルキャリアはマーク1からマーク3の基本型が作られているが、これはいずれも大きな構造的な変更はなく細部改修に止まっており、一部のブレンガンキャリアは、ユニバーサルキャリアの収益とともにユニバーサルキャリアのマーク1規格に改修されているよ。ユニバーサルキャリアは1939年4月に最初の発注が行われ、翌40年から終戦まで生産が続けられたよ。全型式合計の生産台数はイギリスで約3万5千両、カナダで2万4千両、オーストラリアで5600両、ニュージーランドでも約500両が生産されて、総生産台数は6万5100両にも達するよ。ユニバーサルキャリアの実戦上への登場は北アフリカ戦線からで、1941年以降、イギリス連邦軍のあるところどこでも目にされるポピュラーな車両となり、1942年以降は、新たに登場した6ポンド 57mm 対戦車砲の牽引車としても用いられたよ。これだけ多数普及した小型装機式車両は他に例がなかったが、そのため工場で作られたものの他に、現地改修で様々なバリエーションが生み出されているよ。特に武装面での改修が目立ち、銃座に装備された固有武装の 7.7mm ブレン系機関銃の他に、車体後部のキャビンにピントルマウントを増設して 7.7mm ビッカーズ銃機関銃や 12.7mm 銃機関銃 M2 を搭載したり、3インチ 76.2mm 迫撃砲を搭載したタイプがあったよ。こうした、現地のあり合わせの兵器を簡単に搭載することができ、かつ、戦力化できるのがユニバーサルキャリアの大きな強みであり、こうした使い勝手の良さは各国で運用された大きな要因でもあると思うよ。
ソ連軍にも、12.7mm 重機関銃でグチャレフ・シュパーギンや 14.5mm 対戦車銃を搭載したタイプが見られ、一部のユニバーサルキャリアがフランス戦末期から大陸に投入されていたためドイツ軍に露獲され、これらに45口径 3.7cm 対戦車砲パック36を後部エンジンデッキ上に搭載した回収型がフランス警備のドイツ軍部隊に装備されたよ。次に、兵員輸送車としてカーデン・ロイド豆戦車の一方の開発者であるビビアン・ロイドがイギリス戦争局の依頼で1940年に製作されたのが、ロイドキャリアだよ。もともと、より安価に早期式キャリアを生産することを狙って開発された車両で、シャシー、エンジン、ギアボックスなどはアメリカのフォード自動車製の民間向け2トントラックから輸用し、履帯、喧嘩装置はブレンガンキャリアのものを使用していたよ。ロイドキャリアは、他の早期式キャリアのように戦闘に使用することは全く考慮されておらず、車体は非装甲となっており固有の武装も持っていなかったよ。結果として、戦闘は行わず兵員や物資の輸送が主な任務となったよ。ビッカーズ・アームストロング社がブレンガンキャリアをベースに開発したユニバーサルキャリアは、手頃な小型汎用早期式装甲車として大きな成功を収めたが、もともとガニメイ乗りのガンキャリアをベースにしているだけに貨物や兵員の積載スペースが狭く、またエンジンもアンダーパワーなのが難点だったよ。こうした戦場での使用実績を踏まえ、ユニバーサルキャリア生産の主力を担っていたカナダのフォードモーターカナダ社は、1943年に改良型キャリアの開発と製作を起訴したよ。この改良型キャリアは、あくまでユニバーサルキャリアの基本構造をベースとしつつ、車体を幅長さともに拡大して、天輪も片側3個2個1組単は1個から片側4個2個2組に増やし、走行安定性と貨物積載スペースを増加させていたよ。また、搭載エンジンの出力も95英馬力に引き上げられていたよ。以上の改修の結果、貨物等の積載量が増加した上に機動性能も改善され、ウィンザーキャリアの名称でイギリス陸軍に正式採用されて生産が開始される運びとなったものの、ウィンザーキャリアの引き渡しが始まった1944年にはアメリカ製のハーフトラック等がイギリス連邦軍でも大量に普及しており、本社の出る幕が失われつつあったため総生産台数は5000両に止まったよ。戦場では主に、6ポンド 57mm 対戦車砲の牽引に用いられたよ。ユニバーサルキャリアは戦後も生産が続けられ、1960年まで続いたよ。世界各国で戦後も運用がされ、デンマークやアルゼンチンでは無反動砲を搭載し、1960年代まで運用が続けられたよ。個人的にはユニバーサルキャリアファミリーは、超小型で軽装甲でとても貧弱に見えるが、汎用性、生産性に優れる有用な兵器であったのではないかなと思うよ。特に、その場に応じて武装を変更できるというのは、戦術や戦略に大きな幅を持たせることができたと思うし、その小型軽量なデザインから隠蔽性に優れ、中戦車や、軽戦車の背後に回り込んだり、待ち伏せ攻撃を仕掛けることで、大きな攻力を発揮できるのではないかとも思うよ。さらに、小型軽量であるために森林や丘陵地帯、さらには山岳地帯など地形にも対応することができ、なおかつ生産コストが安いという、場所を選ばない兵器であるということが各国で採用された要因でもあったのではないかとも思ったよ。これで解説を終わりにするよ。高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。それでは、また今度。